シェルビー・デートナは1960年代半ばに活躍したアメリカ合衆国のレーシングカーである。ルマン24時間レースでの打倒フェラーリを目指す、シェルビー・アメリカンにより合計6台が製造された。デートナ24時間レースの前身、デートナ 2000km レースでデビューしたため、デートナというニックネームが付けられた。レースにおける成績は輝かしいものであったが、 オード GT40 との関係で突然の引退を迫られた。現在、これらの車両はそれぞれ個人コレクターが所有し、競売において世界で最も高値がつく車の一つとされる。1963年にデビューした AC コブラ、ムキーは、軽量なボディに強力なエンジンを搭載し、キャロル・シェルビー率いるシェルビーアメリカンの手によって、ヨーロッパ各地のレースで暴れ回っていた。 しかし、オープンボディの AC コブラでは、直線の長いサーキットでは、空力上の不利が大きく、特にルマンが行われる、サルトサーキットでは、トップスピードで差が開き、フェラーリの後陣を排していた。そこで、シェルビーは、新しい車両の設計を決断。ピートブロックに空力に優れた、ボディデザインを、後に、フォード GT40 のシャシー設計を行ったボブ、ネグスタットに、 サスペンションの改良を指示。AC コブラのフレームやエンジンなどの基本パーツを利用し、必要に応じて新しいパーツを組み合わせることにした。1964年1月、プロトタイプ CSX2287 がカリフォルニア州ベニスビーチのファクトリーで完成、テスト走行を繰り返した。1964年2月、デートな2 0 0 0トルレースにおいてデビュー。 結果は途中リタイアであったが、予選でも上位に食い込み、強烈なインパクトを残した。1964年3月、セブリング12時間レース、GT クラス優勝した。キャロル・シェルビーは、デートナの高い戦闘力を革新、2代目以降の製造を考えたが、彼らのファクトリーの狭さが問題になった。そのため、イタリアモデナのカロッツエリアグラポートに5台の、 車両製作を依頼する。フェラーリにとって最大のライバルとなったデート名は、皮肉なことに彼らのお膝元で生み出され、次々にレースに投入されていった。CSX2286 は一番若い。車台番号を持つが、完成したのは一番遅かった。ビッグブロックを搭載するなど、多くの仕様変更を受けていたとされる。1964年6月、 ルマン24時間レース、GT クラス優勝。ドライバーは、ダンガーニーとボブ・ボンディ・ウラント。CSX2287 は途中リタイア。GT クラスの2から8位には3台のフェラーリ二250、GTO と5台のポルシェ 904GTS が、続いた。1964年8月、グッドウッド TT、GT クラス優勝。ドライバーはガーニー。 1965年2月、ベートナ 2000km レース、GT クラス優勝。ドライバーは、ジョー・シュレッサー、他。1965年3月、セブリング12時間レース、GT クラス優勝。ドライバーは、シュレッサーと、ボンデュラント。1965年6月、ルマン24時間レース、GT クラス3位入賞。 CSX2300 以外の5大体制で出場するも4台がエンジントラブルでリタイア。GT クラス優勝はフェラーリ 275GTB、2位にはポルシェ 904GTS。1965年7月、フランス GPGT クラス優勝。1965年8月、ドイツ GPGT クラス優勝。 1965年9月、イタリア GP、GT クラス優勝。1965年、FIAGT クラスの年間チャンピオンに輝いた。シェルビー、デートナこの頃エンジン供給で深い関係にあったフォードは、デートナと同時期にデビューした GT40 のルマンデの惨敗に落胆し、フェラーリがトをシェルビーに託すことを決定。デイトナによるレース活動を停止し、 GT40 を使用した活動に専念するよう指示した。プロトタイプクラスの GT40 は、デートナよりも格上の存在だが、レース中の故障が非常に多く、ここまでの成績は、デートナよりも圧倒的に劣っていた。シェルビーによる改良を受けた GT40 キーは1966年からルマン4連覇を達成し、対照的にデートナはひっそりと、 表舞台から姿を消していった。1965年11月、ボンネビルソルトフラッツにおいて23の新記録を達成した後、コブラキャラバンとして全米をツアーするなど、レーシングカーとしての使命を終えた。シェルビーは6台の売却を試みたが、数々のレースでボロボロになった車両に書いては、つかなかった。エンジンとトランスミッションは取り外され、 数年間はガレージに放置されていたが、やがて何台かが4000ドル前後で売却された。ちなみに、ポルシェ911のアメリカでの新車価格が6500ドルだった時代である。このうちの1台を日本人レーサー坂井忠氏が購入し、1966年から1967年まで、ナック主催レース、第3回日本グランプリ等に少なくとも8度出場。 船橋サーキットにおいて二度、鈴鹿サーキットと富士スピードウェイで、各1回の優勝を記録している。また、1968年には別のドライバーにより、第5回日本グランプリにも出場した。1969年の第2回東京レーシングカーショーにも展示された。その後1970年代にキャロル・シルビーに買い戻されて、レストアを受けた。2000年、 カリフォルニア州モントレイのオークションで400万ドルという当時のアメリカ製の自動車の最高値を記録した。現在はドイツのコレクターが所有しヒストリックカーイベントなどにしばしば姿を現す。1965年のデートな24時間とドイツ GP で2位に入賞した CSX2600 には別の日本人コレクターのもとにある。 シェルビーデートナ2004年のルマンクラシックと2007年のグッドウッドリバイバルにおいてボンデュラントの運転で CSX2299 がお披露目された。この CSX2299 は6台の中でも最も輝かしい成績を残した車両である。2009年8月15日、モントレーの競売にて、 CSX2300 の記録を上回る750万ドルで CSX2601 が落札された。当時はまだフードを安易に使用できる状況ではなかったこともあり、ピートブロックのアイデアが全面的に反映されている。巨大なエンジンをフロントミッドシップに収めるべく、極めてロングノーズでショートデッキ。また、直接のライバルだった。 フェラーリ 250GTO の影響が随所に見られる。リアをまっさり切られたコーナトロンカは当時のレーシングカーデザインの最先端であった。このボディにより AC コブラを 30km も上回るトップスピードを得ることができた。1969年にデビューした初代フェアレディ Z はジャガー E タイプのデザインを参考にしているが、結果的にデートナにより似ている。 最初に製造されたプロトタイプ CSX2287 は1964から1965年にヨーロッパを転戦、ボンネビル、コブラキャラワンを経て引退。ベニスビーチのガレージで埃をを被っていたところをジムラッセルに4500ドルで買い取られた。ストリート用に最低限のモディファイを受け、約1年後に、 ビートルズとの関係で知られるフィル・スペクターに12,500万ドルで売られた。フィルはロサンゼルスで CSX2287 を乗り回していたが、車内は虫風呂のように厚く、レーシングカーそのもののスパルタンさんにヘケエキとしていた。また、スピード違反を幾度となく犯したため、弁護士から800ドルで部品取り車にすることを勧められた。 快適なストリートカーにするにはかなりコストがかかる。そしてボディーガードのジョージブランドに1000ドルで売却。これがその後の CSX2287 の運命を決定づけることとなる。ジョージは自分の娘、ドナオハラに CSX2287 お嬢と、彼女は何度も手放そうとしたが、買い手はつかなかった。1982年の離婚後にドナは、 イントン生活に入り、車両をレンタルガレージに隠した。時を経るにつれて、車両の買取を掛け合う者も現れたが、彼女はすでに狂気じみていた。この時期にキャロル・シェルビーも買取を試みたが、全く話にならなかったと後年に述べている。20年以上の間、行方知れずになっていた CSX2287 を、コレクターたちは必死で探し回ったが、 CSX2287 は南カリフォルニアのどこかに隠されているという噂だけが、ささやかれ、ドナが所有していると希望的に信じられてはいたが、所在不明で幻の存在であった。2000年10月22日、ドナはロサンゼルス郊外の橋の下でガソリンをかぶって昇進自殺し、2001年に南カリフォルニアアナハイムのレンタルガレージから車両が発見された。 ガレージの家賃は長く滞納されていた。ドナの母親は希少車ディーラーのマーティン・アイアーズに300万ドルで CSX2287 を売却したが、昇進自殺の直前に車両とレンタルガレージの鍵を譲り受けたとドナの幼馴染が主張、訴訟にまで発展した。さらにフィル・スペクターも譲ったのではなく、保管を依頼しただけと主張した。その後、 キャロール・シェルビーが400万ドル近くで購入しようと、したが、アイアーズは別のコレクターに売却。現在は完全にレストアされて、フィラデルフィアのシメオネファンデーションオートモーティブミュージアムに展示されている。YouTube などで現在の様子を見ることができる。デートナスポーツカー・シェルビー・デートナは、現在もカリスマ的な人気を持ち、品質の優れたレプリカがいくつも作られている。 これらはオリジナルの6台をはるかに上回る性能を持つ。特にスーパーフォーマンスのレプリカのデザインにはピートブロックが関わり、オリジナルよりも広い室内空間、新開発のスペースフレームシャシー、サスペンションもリーフ式サスペンションからダブルウィッシュボーンに変更されるなど全面的に改良されている。エンジンはフォードウィンザーが搭載されるが顧客の好みでもっと ハイパワーを求めることも可能である。この SPF 製クーペは通称ブロッククーペと呼ばれ、キャロル・シェルビーが近年公認した唯一のレプリカである。内装の作り込みがしっかりされており、500馬力以上の FR スポーツカーとして、シボレーコルベット ZR-1 とアストン・マーティン DB9 の中間の価格帯を狙ったマーケティングを可能にしている。オリジナルは完全に レーシングカーだったが、ブロッククーペは、クオリティの高い高性能スポーツカーと言える。2006年9月8日、ツーリングカーレースで著名なピーター・ブロックが、オーストラリア製レプリカである、デートなスポーツカーで、ラリーイベントに参加。コースアウトして、木に衝突、個人となっている、ファクトリー5レーシングは、FFR の略称で知られ、彼らの AC コブラレプリカはアメリカで最も売れている。 キットカーである。FFR 製のデートナレプリカは65クーペという名称を持ち、ブロッククーペよりもスパルタンな作りが目立つ。内装はオリジナル同様にシンプルで、車重もブロッククーペより 150kg 以上軽い。組み立てはキット購入者が個人で行わなくてはならない。エンジン、トランスミッション、ホーシング等はフォードマスタングから容易に移植できるが、 もちろん任意のパーツを組み合わせても構わない。オリジナルとは、もちろんのこと、ブロッククーペと比べてもかなり安価なために人気が高い。エアコンや電動パワーステアリングなどのオプションも用意、されている。以前は、ロードスター仕様もあったが、不人気で40台程度で製造を中止した。2005年にフォードとシェルビーは、フォードシェルビー GR-1 を、 コードシェルビーコブラコンセプトと共に発表した。ありがとうございます。